大谷竹春のマイウェイラジオ。こんばんは。名古屋出身在住のシンガーソングライター大谷竹春です。大谷竹春のマイウェイラジオ、今夜も始まりました。さあ、プロ野球はキャンプも始まり、ドラゴンズは8年ぶりに新しいユニフォームになりました。僕もドラゴンズのようにフレッシュな気持ちで頑張ります。それでは10分間どうぞお付き合いください。大谷竹春のマイウェイラジオ。はい、皆さんは好きなデザートってありますか？僕はね、最近ハマってるスイーツがあるんですけども、それがよく、テレビでもね紹介されてます、マダムシンコのマダムブリュレなんですよね。食べたこと皆さんありますでしょうか？バームクーヘンにね、あのほろ苦いパリパリの砂糖みたいなものがコーティングしてあって、こう甘さとほろ苦さがですね本当に絶妙にマッチしてまして、あの僕コーヒーがあんま好きじゃないんですけどもね、そんなコーヒーが美味しく飲めてしまって、本当に一口食べてねハマった、スイーツなんですけども、まあ、今では大人気でねなかなか買えないみたいなんですけども、先日そのマダムブリュレをですね限定販売するっていうチラシが入ってまして、これは絶対にね買わないとと思いまして、そのチラシの日に僕は朝一で並んだんですよね。で、朝9時オープンの店なので、まあ、1時間前ぐらいに行けばいいかなと思いまして、朝8時頃に並んだんですけども、まあ、やはり大人気のスイーツなので、すでにもう20人ぐらいね並んでいたんですけども、まあ、数量限定とは書いてあったんですけども、まあ、20個以上は準備してあるだろうなと思って、その列に僕も寒い中ですね凍えながら並びました。で、その時にですねちょっとんっていうねことがあったんですけども、開店20分前ぐらいになりましたら、僕の後ろにもだんだん、列がねできまして、まあ、20人ほど並んでたんですけども、まあ、後ろの人はねやっぱり結構並んでるから買えるのかしらみたいな感じで、そんな不安とちょっとワクワク度とね、そんな話が聞こえてきたんですけども、その時に、僕の2人前に並んでた人のところにですね、お待たせって言って、その人の友達らしき人がね来まして、その人のところにこうパッと入ったわけですよね。で、結構並んでるねみたいな話をしてまして、で僕はってね思ったんですけども、そしたら開店10分ぐらい前になりましたら、今度はその人の、おじいさんとおばあさんらしき人がですねまた来まして、すごい行列だねって言いながらですね、またその列にポーンと入ったわけですよね。で、さらにその方の兄弟みたいな人も2人来まして、その2人も列にポッと入ったんですよね。で、僕はですねこの時にちょっとこれってひょっとしたら横入りにならないのかなと思いまして、で、いわゆるその人の、ね、お連れさんだけで5人増えちゃうわけですよ、僕の前にってことは5人の方が後ろ買えなくなっちゃうかもね知れないんじゃないっていうふうにちょっとこう疑問に思ったんですよね。で、皆さんはどうそういう時って対応されるのかなと思って、なんか僕は言えないモヤモヤとちょっと小さいのかなと思いながらですね、まあモヤ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 したんですけども、まあ、結果はですねそのマダムブリュレ、なんとか僕は買うことがねできまして、まあ、後ろの方もね結構買えてたと思うので良かったと思うんですけども、まあ、モヤモヤしながら、まあ、そのマダムブリュレをね、食べたらそんなモヤモヤも消えたんですけども、まあこんな時皆さんはどうするのかなというふうにね僕はすごく疑問に思いました。で、やっぱりそういうマナーっていうのはねちゃんと僕は守りたいなと思いまして、やっぱり人の振り見て我が振り直せというね言葉もあるように、僕も改めてそういうねマナーとか気をつけていきたいなと思いました。はい、それではここで1曲お届けします。大谷竹春で君からのメッセージ。いつも僕の目を見ながら必死に何かを伝えたいかのように
夫はと言うと言葉を話せるのに、言葉という素敵なものがあるのに、何にも伝えず伝える気もなく、なるがままだよって決めつけた。雨の日も寒い夜の日も、僕が辛くて泣きそうな時も、お送りしましたのは大谷武春で君からのメッセージでした。この曲は、ライブレコーディングされた音源なんですけども、春にリリース予定の CD にはですね、改めてアレンジを作り直して、現在制作中になってます。完成しましたら番組でもねオンエアしていきたいなと思ってますので、楽しみにしていてください。大谷武春のマイウェイラジオ。はい、エンディングの時間になりましたけども、寒い2月もですね、僕はホットなライブをねまだまだやっていきますので、ライブを告知します。2月9日の木曜日、アスナル金山で、歌います。金山駅北口のアスナル広場ステージで午後5時から歌いますので、ぜひ皆さん見に来てください。こちらは観覧無料になっています。そして番組ではあなたから大谷武春へメッセージを募集しています。メールはtake@tokairadio.co.jp、ファックスは 052-961-0077、 はがきは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、いずれも大谷武春のマイウェイラジオまでお送りください。なんか先ほどのねスイーツつながりで、美味しいスイーツとかあったらぜひぜひ教えてください。それでは、来週も聞いてください。シンガーソングライター大谷武春でした。バイバイ。当然手にしたものは敗北という名の虚しい現実だけだった。無理をして自分らしさ壊すのではなく、自分という名の花を咲かせられる。涙涙